ともと人と関わることが好きで、男女年齢問わず多くの人と関わることができる医療事務員になりたいと思いました。専門学校で歯科の勉強をしているうちに興味を持ったからです。勉強する設備も整っていて、専門的なことをしっかりと学べる場所だと思ったからです。難しくてわからない問題は友達と話し合って解くことができるので楽しかったです。常に笑顔で患者様に安心感を与えられるようなスタッフになりたいです。私は上越から新潟へ来ましたが、いろいろな地域の友達ができたことです。初めの頃はわからないことだらけですが、徐々に慣れていくので頑張ってください。